どうもこんにちは。作業療法士の美馬です。今日はですね、認知症のお話をしていきます。今日のテーマは、認知症は治るのか治らないのか、そのお話をしていきたいと思います。認知症の中でやはり一番相談、質問が多いのは、認知症って治りますかっていうお話ですね。そういったお話に対して、もう率直にですね、結論を申し上げると、認知症というのは治ります。だけど、この治るというのには裏があるんです。なので今日はですね、この認知症が治る裏話、いわゆる正しい解釈というのを皆さんにお伝えしていきたいと思います。他の情報とかで認知症は治りますよっていう話もあるんですけど、これを正しく知っておかないと、騙されてしまったり情報に踊らされてしまいますので、今日はですね、この認知症が治る、その本当の話っていうのをお伝えしていきたいと思います。なので認知症を、ね、正しく学ぶという意味で、ぜひ最後まで聞いていただけたらと思います。で、早速本題に入っていきましょう。まず認知症についてなんですけど、認知症というものは病気ではないというのを、まずこの前提を理解する必要があります。これどういうことかなってちょっとわからない方もいらっしゃると思うので、例えて言うと、まずですね、風邪をひいたとします。風邪ウイルスにかかって風邪という病気を、ね、風邪ウイルスという病気になったとします。そしたらですね、その風邪ウイルスという病気によって引き起こされる症状が、鼻水とか咳とか熱発とか、そういう症状が出ますよね。それと一緒で、認知症というのは病名じゃなくて、アルツハイマー病っていう病気があって、そのことで脳が萎縮、縮んだり脳細胞が壊されたりして、そしてその症状として認知症という症状が現れます。なので実はですね、認知症っていう病気はなくて、アルツハイマーの病気によって認知症状が出るとか、脳血管性の、例えば脳梗塞とかですね、脳出血とか、そういう脳が直接ダメージを受けることで認知症状が現れるというふうに、認知症っていうのは症状なんです。ここをですね、まず理解していただく必要があります。では、その認知症というのは、つまりどういうことなのかというと、アルツハイマー病によって脳が萎縮する、壊されることで、例えば記憶を司る海馬というところが萎縮してしまうと、記憶力が低下する、いわゆる物忘れが起きると。他にもですね、言葉を司る場所が、脳細胞が壊されると、言語障害、あれだよあれとか言葉が全然出なくなったり、会話が成り立たなくなってしまったりとかですね、前頭葉とか、そういう理解判断を司る場所がやられてしまうと、いくら説明しても、理解できなくなっちゃう。自分の状況とかも、判断できなくなってしまうとかですね、そういうふうにですね、脳が萎縮する病気になってしまうことで、そういった認知機能が低下する。これが認知症です。で、この認知症というのは2種類ありまして、今お伝えした記憶力の衰えとか、その言語の衰え、理解判断力が衰えるとか、そういったですね、メインで現れる症状、これを中核症状と言います。そしてですね、じゃあこの中核症状が起きることで、二次的に現れる症状というのもあります。ちょっとややこしいんですけど、この二次的に現れる症状というのが周辺症状といって、どういうものがあるかと言いますと、物取られ妄想ですね。例えば、あんた財布取ったでしょって疑われるとかですね、そういうふうに犯人に仕立て上げられちゃうような、そういう物取られ妄想というのがあります。他にはですね、暴力、暴言が増えるとか、あとは逆にですね、不安が強まって、そして怯えてしまうような、不安症状ですね。あとは徘徊してしまうとか、そして他にはそうですね、睡眠障害が起きるとか、こういうふうにですね、二次的に起こる症状というのが周辺症状と言います。で、ここまでちょっとおさらいすると、認知症というのはまず病気じゃない。病気というのは大元にはアルツハイマーという病気がある。もしくは脳血管性の病気ですね。脳出血とか脳梗塞とか、直接脳がダメージを負ってしまうような病気によって現れる症状。これが認知症ですね。はい、ここまでちょっとまとめていただいて、じゃあその認知症というものが中核症状と周辺症状がありますよというお話をしていきました。でですね、最初のテーマの認知症って治るんですかというところに戻るんですけど、ここでですね、僕治りますって言いましたけど、この周辺症状っていうのは比較的治るんですよ。だけど、この中核症状っていうのは治りません。よく認知症で治りますよという話も最近出てきてるんですけど、
周辺症状という認知症の本当に部分的な症状が治るから認知症が治るって言われているわけで、メインのですね、その記憶力が衰えるとか、その前頭葉が悪くなって理解判断力がどんどん悪くなってしまうとかですね、そういうのはアルツハイマー病っていうのは進行性の病気なので、やっぱりどんどん悪くなっていっちゃいます。なのでこの中核症状っていうのは治りません。ここがですね、その認知症が治るの裏話なんですね。まあ、確かに認知症の一つはそういう周辺症状ってあるので、認知症って治りますよって、なのでですね、認知症って治るっていうのはあながち間違いじゃないんですけど、そのさっきも申し上げたように症状が治まるだけで、そのアルツハイマーという進行性の病気が治るわけじゃないので、どんどん結局進んでいくわけなんですよ。なのでこの認知症は治るというですね、話にですね、飛びついてしまうと、実はこういう部分的な周辺症状のとこしか治せませんよっていうからくりがあります。でも実際認知症でですね、結構困ってしまうのが、そういう物取られ妄想であったりとか、あとやっぱ徘徊してしまって、こう創作願いをね、出すことになってしまうとか、あとやっぱりこう暴言暴力が現れて、その家族がすごいこうストレスを抱えてしまうとか、そういうのもあるので、周辺症状も治っていけばですね、すごい介護の負担軽減になるので、確かにいいことではあるんですけど、ぜひですね、この認知症は治るというのは、中核症状、周辺症状あるうちの周辺症状が治りますよっていう意味だと覚えておいてください。大元のアルツハイマー病が治るわけではない。ここがとっても大事なところになります。では周辺症状で多いのがですね、物取られ妄想、そして暴言とか暴力とか、あとは不安とかですね、まあ、いわゆる喪失感というんですけど、他にも、まあ、徘徊とかもね、やっぱり勝手に外出て迷子になってしまったとか、そういうのもあるので、この4つに絞ってですね、じゃあどういうメカニズムで、この症状、周辺症状が出てしまうのか、そしてじゃあこれ解決するにはどうしたらいいのかをお話ししていきたいと思います。最初に申し上げたように、中核症状、メインの症状によって二次的に起きるのが、周辺症状とお伝えしました。なので、じゃあその、物取られ妄想から説明していきましょう。まず、記憶力が衰えてしまうと、自分がどこにですね、じゃあ例えば、財布とか大事なものをどこに置いたか分かんなくなります。そうすると、認知症の方というのは、取り繕うという、特徴もあるんですね。まあ、自分がなくしちゃったじゃなくて、誰かに取られたとか、自分のせいじゃないというふうにですね、誰かのせいというふうに取り繕うという、そういう特徴もあるので、自分はここに置いたはずだと。ね、そういう記憶だけ残ってて、けどない。誰かに取られた、持ってかれたんだ。で、周りを見渡した時に一番近くにいる家族ですよね。その家族に、あんた財布取っただろうとか、盗んだだろうというふうに、そういうふうにですね、当たってしまうと。なので、この認知症のですね、記憶力の衰えからこういう妄想、被害妄想が生まれるというわけなんです。このですね、記憶力の衰えによって、他にもですね、じゃあその不安感ですね。じゃあ例えばですね、認知症の方が、同じ話を何度もするとします。だけど、認知症の方からしたら、あたかも初めて喋りかけてるはずなのに、家族の方からは、もう何度その話を言うのと、もう何回目やめてとかですね、もういい加減にしてとか、そういうふうに怒られてしまうんですね。そうするとですね、認知症の方からしたら、私はそんな何度も同じこと言ってるのかしらと、おかしくなっちゃったんじゃないかというふうに、だん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 ですね、喋るのが怖くなってしまったりとか、自分に自信がなくなってしまって、だんだんこう不安になっていく。というふうにですね、どん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 、自分はおかしくなってるんじゃないかなっていう不安が募り募って、そういう症状が出る。これも、いわゆる自分が言ったことを忘れてしまうから引き起こる不安症状なわけですね。じゃあその、暴言暴力も似た話があるんですけど、いわゆる自分が言ったことに対して、家族からもう何度も同じこと言わせないでとか、何度同じこと言うのとか、それちょっとこう、喧嘩になってしまった場合にですね、何かこう、喧嘩になってしまったとか、怒られたとか、そういうマイナスの記憶って結構残りやすくて、だけど、なんで怒られたかの部分が忘れてしまうんですね。なので、どんどんなんか怒られた、なんかすごいイライラしたとか、負のですね、ストレスばっか残って残って、そして怒りやすくなる。人に暴言が出てきたり、人によってはもう当たってしまうとかですね。の言ったことを覚えられないがために、
喧嘩、ストレスになって、で、そのストレスの部分だけ残ってしまって、暴言暴力に陥るというふうにですね、発生するわけですね。他にもですね、その理解力のところですね、自分の体調の理解が分かんなくなると、例えばよくあるのが、じゃあ便秘になりましたと。で、便秘だったらみんな誰でもなんかもう痛くてイライラしちゃったりとか、ピリピリしたりすると思うんですけど、そういう場合は、じゃあ便秘だから、例えばじゃあ整腸剤飲もうとか、ちょっと水分ちゃんと飲もうとか、ちょっとお腹マッサージしようとして、便秘を解消することができるはずなんですけど、認知症の場合、自分の体調の理解が分かんないので、なんかすごい痛い、イライラするという感情だけどんどんふつふつと湧いてしまって、それでどんどんイライラして、暴言暴力につながってしまう。こういうふうに体調の理解判断が及ばないために周辺症状の、暴言暴力が出てくるというふうにですね、こういった流れで出てきます。じゃあそしてですね、その徘徊のところですね、徘徊のところも、実は徘徊というのは意味がないんじゃなくてちゃんと意味があって、例えば、友達に会いに行こうとか、ちょっとあそこに買い物に行こうとか、その時は何かしたいっていう意欲、目的があるはずなんですけど、いざ外に出たらそれを忘れてしまって、そして、どこ行くんだっけと。そしてですね、その時に戻ればいいんですけど、戻らないで、とりあえずこっちに行ってみようとか、当てずっぽう思いついたままどんどん行ってしまうんですね。認知症の場合、検討式障害っていう、場所とかが分かんなくなってしまう症状、中核症状もあるんですけど、そういったですね、自分の場所が分かんなくなって、それでさっきお伝えしたように、とりあえず、こっち行ってみよう、あっち行ってみようっていうのが続いてしまって、徘徊になってしまうと。こういうふうに中核症状によって徘徊が生まれるわけなんですね。というふうにですね、この中核症状、そして周辺症状があるっていうのをぜひ覚えておいていただきたいと思います。じゃあこの周辺症状ってどうやって治したらいいんだって話なんですけど、例えばですね、さっきお伝えしたように家族の方とこう喧嘩になってしまって、そして、暴言暴力が増える場合ですね、これはもう実際家族の方の負担になってしまうんですけど、何度も同じ話をされたり、何度も同じミスをしたとしても、もう許してあげるというか、もう許容してあげるしかないんですね。そしてもう何度も同じこと言わせないでってこう、やっぱり感情的に当たれば当たるほど、ストレスであったり、その怒られたっていう記憶だけどんどん積み重なって、暴言暴力につながってしまうので、その介護者、家族の方の、接し方によってこれって変わってくるんですね。で、先ほど申し上げたように、その体調管理をしてあげるっていうのも実は周辺症状の、暴言暴力を抑えるためのポイントになります。じゃあ例えばですね、飲まないといけない薬を飲み忘れてしまって、そして体調がどんどん悪化してイライラしたりとか、そのこういう薬の管理も家族がしてあげて、常に体調をモニタリングしてあげるというのが、この暴言暴力を抑えるですね、ポイントになります。逆にですね、そういうイライラしているのであれば、もう簡単な話、アロマとかいい香りを嗅がせてあげて心を落ち着かせるっていうのも実は一時的かもしれませんけど、そういう対策もあったりするので、このようにですね、周辺症状の対策というのは、家族の接し方であったり、体調管理の仕方であったり、そういったところで結構解決できることもあります。じゃあその物取られ妄想の解決としては、これはですね、結構大変になるんですけど、もうその方、認知症の方が使う、例えばじゃあバッグとかですね、あとはその財布とかいわゆる貴重品を置く場所をもう完全にこっちが把握して管理するというのが大事なことになります。例えば使うバッグをもう一種類にもう限定して、いやそのバッグでこの間出かけてたよねってちょっと確認してみようって言って、じゃあそこにあったら、ほらね、盗まれてないでしょっていうふうに解決にもなりますし、そういう対策によって、物取られ妄想を解消していく。そういう妄想が引き起こる環境を、状況をなくしてあげるというのが対策の一つにあります。そしてですね、じゃあ不安感ですね。不安感のところに関しては、これも大変になるんですけど、もう何度も同じこと言わせないでとかですね、もうそういう、ちょっと当たってしまうのをやっぱり減らしていく。これはかなり大変だと思います。だけど、もう強く言ってしまえば言ってしまうほど、私はおかしくなっちゃったんじゃないかと、本人もですね、やはり不安を抱えていきます。認知症になってしまうと、本人もですね、やっぱり何かおかしいぞっていうのは、やっぱり感じるんだけど、その理解判断が及ばないので、自分がどうなってしまったか、どういう状況下にあるのかがやっぱりわかんなくなってるんですね。なので、あんまりもう、あんたこういうとこができてないとか、何度もこういうこと言わせないでとか言えば言うほど、実は症状、周辺症状で悪化していきますので、かなり、もう周りのですね、協力であったり、寛容な気持ちが必要になるんですが、
こういうふうにですね、何度も同じことを言ったり、何度も同じ失敗をしたとしても、極力ですね、強く言わないっていうのが対策になります。そして徘徊ですね、徘徊に関しても、例えばですね、夜ですね、こう、深夜に出かけてしまうという方もいらっしゃると思います。そういう場合はですね、もう日中に例えばデイサービスに行って運動をするとか、日中一緒に買い物に連れて行くとかですね、もうどんどん疲れさせて、夜はぐっすり寝てもらうっていうのも実はこれ対策にあって、日中昼寝してしまうと昼夜逆転って言ってリズムが崩れて夜出かけてしまうと。で先ほど申し上げたように、検討式障害っていう時間とか場所がわかんなくなってしまう中核症状があるんですけど、これ時間がわかんなくなると、夜なのに、出かけちゃうんですね。普通夜だったらもうみんな寝てる、お店も閉まってる、ね、夜だから寝る時間だから寝ようってなるはずなんですけど、時間の概念がわかんなくなると、夜でもよし出かけてこようっていうふうにですね、なってしまうので、これはですね、もうリズム、生活のリズムを正してあげるっていうのも対策の一つです。はい、ちょっとここまでですね、長くなってしまったんですけど、認知症は治りますというお話の裏にはですね、この周辺症状はなんとかなりますよという話です。なので、アルツハイマー病は絶対治りませんし、脳が萎縮して、まあ、進行していけば、その記憶障害とか、理解判断力、言語力、さっきお伝えした、そういう検討式障害とか、いろんな中核症状がどんどん進んでいくので、この中核症状は治りません。というふうに、このですね、違いを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。このようにですね、認知症の役立つお話とかも僕はどんどんお伝えしていきたいと思いますので、また新しい情報など、知りたい方はですね、こちらのですね、チャンネル登録というボタンを押していただくと、新しい僕の投稿が届きやすくなりますので、こちらもよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。